クサンティ FC は、ギリシャのクサンテをホームタウンとする、サッカークラブ、クサンシとも表記される。クサンティには1922年創設のアスピダと1903年創設のオーフィーズという二つの大きなクラブが存在していたが、ギリシャサッカーを主導できる一つの競合チームを、創設する目的で二つのチームが合併し、1967年に AO、クサンティが創設された。 1988から89シーズンのフットボールリーグで優勝し、スーパーリーグ初昇格を決めた。スーパーリーグ1年目は18チーム中11位で残留を決めたが、同時に財政問題に直面した。1991年10月10日、シュコダオートの輸入業者であったビアマール社がクラブを買収し、クラブ名はシュコダクさん TFC に解消された。 2002年9月19日、シュコダ・クサンティはクラブ史上初となる欧州カップ戦に挑み、ローマのオリンピコで SS ラチオと対戦した。2015年、キペロ・エラーダス決勝でオリンピア・コス・ FC と対戦したが、1から3で敗れて、準優勝に終わった。ビアマールとシュコダ・オートとの協力関係が終了した、ことに伴い、2016年6月1日、元のクサンティ・ FC に解消した。 10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。